はオフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介しております。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは神奈川県の55歳男性のお手紙です。日本手ぬぐいをほっかむりで。毎度おおきに牛乳屋ですわ。空いてまっか。ここに牛乳置いときますせ。と、おかんは一軒一軒に声をかけて、毎朝牛乳配達をしていた。大きな配達用の自転車を押しながら、黒のもんぺを身につけ、父の匂いがこびりついた上着で、日本手ぬぐいを頭からほおかむりしていた小さな体の変なおばちゃん姿は、町内会でも有名であった。脇さんのおばちゃんは元気やな。えらいわ。おいしい漬物作る時間もないのに、ほんまおかずも上手に作りはるしな。と、近所のおばちゃんがようおかんからもらったおかずの皿を持って店に来ていた。去年86歳で牛乳屋のおかんは亡くなった。脳梗塞で倒れ、2年間もベッドに横になり、日に日に意識がなくなり、表情も消えていった。私は4人兄弟の末っ子として、このおかんに甘えていた。このおかんに常について回り、配達も集金も一緒に得意先を回った。冬の寒い日も、汗がだらだらと出る夏の日も一緒だった。中学に進級後の私は反抗期に入り、非行の年になっていった。何かむしゃくしゃしていて、この真面目なおかんの姿に腹が立っていった。暴力を振るい、おかんの背中を足で蹴っていた。おかんは仏様のような人やったと思う。反対のことを言うと必ず罰が当たっていた。心から謝りたい。本当に許してください。あなたのような母はいなく、一生懸命に生きる姿とお金を稼ぐ姿を見せてくれた。あなたがいたから今の私がある。あなたの教えとは一日一日の生きていく姿であった。嘘はつけない。優しい慈愛に満ちた遺影の写真は、働いていた笑顔の響きであった。本日の内容は、オフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また、オフィスシオン寺尾俊一代表監修の、漫画で丸わかり、初めてのお葬式の本をプレゼントさせていただきます。そして皆様からの質問やご意見、ご感想も募集しています。本ご希望の方、またはご感想、ご質問等は、住所、氏名をお書きの上、メールは info@nara.fm、info@nara.fm、ファックスは074224-8422 074224-8422 郵便は郵便番号 630-8334 奈良市西野信也町43奈良市西野信也町43奈良ドット FM オフィスシオンの係まで。お問い合わせは074224-8415 0742-24-8415
24-8415 奈良.fm へ。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。